で実際今クミちゃんが言ったね、バレンタイン、クミちゃん誰にあげる？私あげないですから、ね、ギリとか。そつけそんなそんな張りますかね。そこ大事だったんだ。言っとくけど、それで俺も今日やろうって気持ちぐらいだよ。詰め合うかもしれない。待って、女性があげないって嘘つけじゃないでしょ。女性じゃないから。あ、そうか。女性は。え、それこそモテるじゃないですか。いや、さっきモテますよ。さっきモテますよ。すごいですね、聞き方がモテるじゃないですかって、慎吾さんにしよう。どんな気持ちだと。それは彼女正直なんですよ。すみません、僕は慎吾さんって言いますよねって言った後に、僕流れ的にいくらかと思ったら、そこで目がずれないっていう。クミちゃん、ずっと待ってたんですよ。そうだ。モテますよねって手がこう来るの待ってたんだけど、何個くらい。もうチョコあげないといけないね。今まで最高どのくらいもらいました？最高？数が？数？いや、俺お母さんでも。そうね、まあ。お母さんダメですか？じゃあ、でも、パンもダメだ、パンとか。パンもダメ？あ、そう、ガチでみたいな。ガチガチ。ギリギリなしの。学生時代。学生時代、そうね、俺学生時代は、俺、あの中国の時のファンクラブが。おぉ、おぉ。ほんとに、もう何ぐらいもらいました？どんな意味？え？どんな意味やったの？これはね、あの、そうだな、あんまり深く掘られるとちょっとよくわかんないそのわずに喋ってたね。本当にファンクラブみたいなのがあって、僕、中学3年の時に最高で36個ぐらい。おー、まあ、これギリも入ってるんで、本気で言うと多分1、2ぐらい。おー、すごいですね。すごいね。僕、あの中3の時に一人女性、女の同級生と付き合ったんですけど、その同級生のその女の子の知り合いと、まあ親友がね、もう僕のこと好きだったみたいで、うん、それで付き合っちゃったんだから、その卒業するまで二人とも喧嘩して、うん、口利かなかったんです。どこで？誰とも大体だよ。だけなかったな。ちょっと無理だよ、中学生の話で。やめろ、中学生。とか、もうでもあれが一番の全盛期です、僕の。モテ期のね。モテ期、そっからもう、ずっと近く。可能性ね。うん、もうこれね、最後の話多分無駄だから、あのもうね、すぐ慎吾さんに行く。慎吾さん、今までじゃ栗の中3のことで言えば、はい、中3俺いくつだろう、でもそうなった100万十とか。マジで？そんなこと。2年1年からももらうし、同学年からも。100万十万十外国はそういうこと、万十あげるそんな意味は知らん。バレンタイン万十ジャパニーズな勘違い。ギリアン、ギリアン。だからかなりもらった。へぇ、ちなみにそれってね、こう多くもらったりとかすると、うん、全部食べます？食べない、全部あげる。全部あげる？食べるんだよね。それはお母さんとかですか？うん、なんか普通にも、俺はサッカー部だったんですけど、サッカー部でもらえないやつがこれあるんですよ。あと普通に仲良い女の子に、まあ、例えばクミちゃんからチョコもらいました、うん、もうクミちゃんからもらったチョコ、手作り絶対食べれないから、うおー、クミちゃんが手作りを食べたら、じゃあこっちのみのりちゃんにこれはクミちゃんからもらったやつあげるよ、目の前でクミちゃんあげるねっつって回しちゃったり。目の前で？そうやん。将来モテたの。わあ、何やってるから。なるほど。そう。だからもう勘違いした時期でいっぱいあったの。でも今も勘違いしてる。今なんかこのだから逆にね。逆だからいいんだよね。そうね。こじらすとまま来たから。で、そこでもらってましたね、その時。確かに。そういう、じゃあさ、大津さんはいくつもらったの？いや、外もらってた。いや、うちね、あの、田舎だったんで、マジで、もう1個もらったら、もう広まるよね。あ、もう噂が。広まる、広まる。だってもう、全国、あの、一クラス、30人もいない感じで、2クラスしかなかったから、もうちょっともらったら、もう毎日ハーレーでやんみたいな感じで、一回の、運動会の次の日って、月曜日休みで、親も仕事行ってるし、女の子を3人ぐらい見て、で、ニヤニヤしてから、もうなんかもう、石投げられていい、バンバンバン。石投げられ石投げられたの。いや、もう、近所の男の子から石投げ、同級生から石投げられた。で、次の日の、次の日のあだ名がハーレー。アナラハーレムハーレムかっこいいよね。アナラハーレムプラスだよ。ちょっと田舎感全部アメリカ感になってやる。だったらすぐ広まるっていうか。でもそれあれはね、なんか近所とかさ、学校のあれはすぐ広まる。最初もらった時分かったことない。おっと、何も面白くないですか。何始めたの今の。何もう一回聞いて。翔平くんもらったことある？もらったことない。翔平くんあれですもんね、さつまいもしかもらったことない。あと大本だ。いやでも本当にあの大津さんとしては田舎だからチョコレートをもらうっていうのはあったけど、そのまずねチョコレートを売ってるお店がね少ない。あ、確かに。そうそうそう。だからやっぱ田舎だと少ないからっていうのもあるし。ゼロかな。そう。
個性的なバレンタインを1個もらったのは今でも覚えてる。明日までの商品券。あ、次の日までのやつ。使える商品券をもらったときは嬉しかった。おお、現金だろ。いや、ちょっといいことやるから、現金もらえたりとか。現金は面白かったな。翔平くんのファンの皆さん、翔平くんは現金を求めています。まあ、現金じゃなくて、その、プリペイドカード。求めています。あの、まだまだ、コンビニで買えるカードとかみたいな、いや、本当に手軽に買えるから、やめとかって。でも、一番嬉しくないプレゼントですね。あ、でも本当にペイのカードが出てきて、図書券とかでもっと嬉しかったですけどね。なんか変わったプレゼントとかありました？変わったプレゼント？女性は気にした、なんかチョコいっぱいもらう人とかだったら、チョコ以外なんかあげた方がいいんじゃないかみたいな。僕ら相性からもらったのが、次のが何が好きって言われて、あのジャイアントコーンっていう、こうつまみで、なんていうの、こうコーンがでかくなったやつ、あー、ね、あれが好きやって言ったら、なんかそれどっさり買ってたんですよ。しかも そのジャイアントコーンでジャイアントカプリコーン買ってて、あ、こんな袋に、ゴミ袋にもうそれを持ってこられた時が一番辛かった。ジャイアントカプリコーンが、まあ人間間違えるとかありますかね。ジャイアントコーンのはずがジャイアントカプリコーンになった。カプリコーンですね。これも落ちるのかな。つらい、救えねえな。誰も救えねえぞ。シュマリーク黙って見てないで。いや、今日はなんか芸人さんがね、2人戦ってるの見てすごいなー。戦ってるじゃないですか。戦ってないと裏なんだから。確認したのなんか片手でこうガッサかまってるのに踏まれた気持ちいいです。ゆっくり踏まれてるんですよ。ギギギギギ見てて面白かった。面白かった。いや、でも俺変わった、もプレゼントっていうか変わったことはあって、うん、僕小1から中1まで一人の女の子ずっとバレンタインもらい続けて、毎年、毎年、すげえじゃないですか。で、僕中1になって彼女欲しいなってちょっと混ぜてきて、これいけるなと思って行ったら振られたんですよ。いや、そんなことあるかい。6年ぐらい頑張った思いが、そう、いやいや、俺絶対これアンパイだと思ったのに振られて、えっつって、えなんでずっとそのチョコをくれてたの、俺いけると思ったのにって話したら、その小1小2小3ぐらいまでは好きだった、小3ぐらいから嫌いになったって言われたんですよ。いや、なんでじゃあずっとあげ続けたそこからって言ったら、いや、もう義務化しちゃった。義務でずっとあげてたっつって。なるほど、仕事みたいな。でも本当は多分足が下がったかもしれない。いや、そこなんだろうな。そこだろうな。白臭かったってね。ちょっと言った時はプリーズお願いします、ね。5回ぐらい、5回ぐらいお願いします、ね。はい、ということで、ニュースで、はい、ちょっとやってたんですけど、ボディバさんって高級なチョコレート、はいはいはい、会社の方の今年のキャッチフレーズ、あー、やっぱり知ってます？もちろんもちろん、ニュースになったもんね。はい。だから本命の、ね、ギリチョコやめましょう。あー、やりましたね。ギリはなしだ、みたいな。本命がやっぱりいいんじゃない。実際これニュースで言ってたんだけど、ギリチョコをあげる文化って日本だなんですよ。海外では本命しかあげないから、だからそのギリチョコをもうやめましょうよっていうのを、なんかゴディバさんが今年キャッチフレーズにした。逆にね、お土産下がりそうな気もする。そうですよね。だから本命が高いのをゴディバさんは。うわー、なるほど。安いお金ですよ。バレンタインの皆さん、ぜひ楽しんでみてください。